忘れました。これ読んじゃうかも。当ててやろうか。よっしゃー。何でした？ブルギル。はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。ゆきうさぎです。今回の動画なんですけど、前回ね、2019年、バス釣りで使用するタックルたちを、紹介させていただいたんですが、ちょっとねその時にあと一本実はタックルちょっと用意してるものがあったんですけど、そちらをね、ちょっと紹介するの忘れてしまったんで、今回ねちょっと2本立てになってしまうんですが、そちらも紹介をさせていただきたいと思います。早速紹介の方をさせていただくんですが、こちらです。去年もね、似たようなタックルを、用意してやっていたんですけれども、今回は、こちら、プロマリンのラガーバス、602S の ML、 こちらの、ロッドと、あとは、シマノ、エアノスの2000番ですね。こちらのタックルを用意しました。用意したというかね、これは、用途というかね、サブ的な感じで、ちょっと用意はさせてもらったんですけど、なかなかね、使う機会がなく、もう本当に、メインの、日本のタックルでやっていたので、出番がなかったんですけれども、去年使っていたのがステーターバス、同じね、プロマリンで出ているロッドなんですけれども、そちらは残念ながら、フッキングした時に折れてしまって、それっきりね、本当にこういう初心者向けの格安タックルを、使っていなかったんですけれども、今回新たにね、また初心者用の格安タックルを作りました。これも使ってね、バスの方を釣っていきたいなと思うんですけれども、ただ一つ、このラガーバスを、セットして持った感じなんですけど、ちょっとね、重いんです。ステーターバスの方が軽くて振りやすかったんですけど、なんだろうな、もうこの辺がね、結構重量があって、これちょっと使ってみないと何とも言えないんですけど、ちょっと抵抗あるかなって感じですね。やってみたいとは思うんですけれども、実際にちょっとね、出番は少ないとは思うんですが、せっかくね、用意したんで、しっかり入魂してこちらでもバスを釣っていきたいと思います。はい、一応ね、いいタックルを使うメリットっていうのはすごくあると思ってます。ただ正直道具は、それなりの道具でも釣れるときは釣れるんですよね。あとはその時のフィールドの状況ですとか、しっかりね魚がいるところを狙うことができれば、正直安いタックルでもバスは釣れますし、前回もね、前回というか去年もそのステーターバスのタックルを使って、30アップは余裕で上げることができてたんで、その辺
に関してはもう十分、実績もあるんでね、格安タックルでもバスは釣れますっていうことは断言できます。あとはね、今年もこのラガーバス、エアノスのセットでバスを釣って、しっかりね、こういう格安タックルでもね、魚が釣れるんですよっていうところをね、証明していきたいと思いますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、今回はあと1本ね、タックル用意しましたっていう動画です。はい、それでは最後までお付き合いいただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。